れだよ。光が漏れてるぞ。いるんだろ。なあ、開けてくれよ。こんなところ人に見られたら変に思われるじゃないか。なあ、俺が悪かったよ。後悔してるんだ。やっぱりお前が一番だよ。しみじみそう思ったんだ。ちょっと魔が差しただけさ。ほんの気まぐれだったんだよ。なあ、開けてくれ。ほら、人が来るよ。なあ、早く開けて。こんばんは、沢田研二です。本当にもうすっかり秋というか、朝晩大変、ね、ちょっと寒いなと思うような日もちらほらという感じですが、まあ僕はね、寒いのは苦手でね、このぐらいでもう泊まっててもらって、もう冬をもうひとっ飛びにして春へ行きたいなという、そういう感じがするんですが、まあ、今晩も1時間僕とお付き合いください。聞いてくれてますね。今日のテーマは憎みきれない毒でなしというね、そういうテーマで行ってみたいと思いますが、まあ、とにかくこんな曲から、聞いていただこうかなと思うんですけれども、この世は男ね、男の世界やと、もう何度も何度もこう叫ぶのはいいんだけれども、よくよく歌詞を見るとですね、その男のね、男の世界も女なしにはありえないと、なんちゅうそのオチがついている曲なんですけれども、まあ男と女の関わり合いのその具合っていうかね、こう憎みきれないろくでなしにもですね、まあそんなあたりにその次から次こう生まれてくるというか、なんていうかね、男と女の間にはもうね、男ばっかりはないと思うんですよね。そのろくでなしっていうのはね、女にもいるやろうけども、まあどっちかというとやっぱ男がなった方がその絵になるというか、ドラマになるというか、そんな感じもいたしますが、はい、まずは聞いていただきます。ジェームス・ブラウンで It's a man's 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 world。というわけで、まずはジェームス・ブラウンの It's a man's 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 world、 これを聞いていただきました。ところでですね、山ほどのこのおはがきをいただきまして、お便りを、はい、なんですけれども、その一つ皆さんにこうお詫びをね、というのはですね、どうやらその僕がまあ、偉そうにですな、ね、ちょっと言い過ぎましてですね、こう注文をまず出しました。もう金品先からこの注文出してるぐらいですから、大体がその理にかなってないというか、そんな感じなんですが、まあ中道っていうかね、こうあんまり極端にはいけませんと、その晴れすぎてもいかんし、地味でね、その自分がなくちゃいかんとかね、まあ、いろんなこと言いましたけれども、そうするとですね、どうですかこれ、もう一見して地味なハガキばっかりですわ。こうなるとね、やっぱりこれはいかんかったな、でこうすぐ反省するのが僕のいいところなんですけれども、はい、まあその中から、横浜戸塚区の広川、美恵ちゃん、18歳ね、何ですかあなたはね、広い手紙の真ん中にジュリーの好きな曲なら何でもいいのかけて、なんで、多分これは大阪弁じゃないと思う。ジュリーの好きな曲なら何でもいいのかけて、なんつって
これではいかんじゃないのかなって思うんですけどね。やっぱり僕が言い過ぎたせいでしょうかね。まあ、ええ、いけませんよ。ええ、やっぱりもうちょっとね、こう、バシッといろいろこう、何か変えてくださいよ。ええ、以後注意してください。それから、川崎市の飛田優子さん、23歳の方ですね。この方も、ちょっと行き過ぎというかね、なんというかね、毛筆でね、はがきの一面に、何か地味な曲お願い、こう書いてあるんですよね。まあね、こう毛筆できたところまではいいと。で、ここら辺がちょっと派手めで、で、こう、内容自体が地味で、中道行ってるのかな、これが。でも、やっぱりもうちょっとね、ちょっと、もうちょっと工夫していただきたい。もう十分ばっかりですな、僕もな。まあとは言うもののですね、まあ本当にこんだけたくさんおはがきくださいまして本当にありがとうございました。もうとにかく頑張って、この番組やっていきたいと思っておりますが、まあこの辺で一曲さあ行くぞ。植木仁さんでございますが、はい、もうびっくりした方がいらっしゃいますが、ちょうどこれは昭和39年ぐらいのヒット曲だったと思いますがね、まあこの無責任時代の幕開けとかなんやかんや、まあいわゆるこう調子のいい、かといって憎みきれないというそういう、まあ愛すべきろくでなしの歌でございますね。はい、それまでよ。あなただけが生きがいなの。お願いお願い捨てそれまでよ。ふざけあってふざけあってふざけあってくれよ。泣けてくる。いや、なんとも、これが昭和39年ツイスト大流行りの大流行りっていうか、あの頃では古かったんでしょうけどね、今聞いても本当こうあのツイストのリズムになるところで思わずこうなんか背中を洗ってるようなそんな感じになりますが、はい、これはもう本当にもう単純で、こう、おっちょこちょいでっていう、そういう男の、まあ、どっちかというと、かわいそうなろくでなしの方でしたけども。はい。次の曲、お届けしたいと思いますが、ドナ様の、ニューヒットなんですけれども、I Feel Love っていう、ね、このドナ様っていう、ね、人、本当、もう、歌が大体がね、はぁとか、うふぅとか、そういうのばっかりなんですよ。で、コスチュームっていうともう、スケスケでね、見えそうで見えない、いや見えてる、いや見えてないかなっていうようなね、でこのね LP なんですけどね、ジャケットのね裏面にもね、これは見えそうじゃないんですけど、ちゃんとスカート履いてるんですけど、大股バッと広げてね、すごい格好してますよ本当に。そういうドナ様のこの人もまたまた、どっちかというとさっきのそのはいそれまで植木仁さんなんかを相手にするようなね女ですな。もう男をダメにする、男を本当にろくでなしにしてしまう、そういう感じの歌です。 I feel love。 星よりひそかに15年ほど前、1962年頃です。こんな歌が流行っていました。橋幸夫さんと吉永小百合さんのいつでも夢を。懐かしいですね。僕は中学生の3年生かの頃ですね。清潔感あふれる夢いっぱいの歌を聴きながら、僕自身は別に夢も希望もなかった頃でありますが、まあ岡崎中学、京都の、ちょうど市電の天皇町という停留所がありますが、そこの南側にあります岡崎中学校の、まあ学校の中でですね、僕は、まあ、野球部をやっておりましたが、
3年生のもう夏休みで終わっておりまして、もう何と言いますか、野球をやめてしまってからなんかもうぽっかりと穴が開いたみたいでね、で高校行って一応やる気はあったんですけれども、平安高校へですね、その行く夢はもうすでに諦めてまして、いつでも弓穂とこの歌を聴いたりですね、習字の時間にですね、お正月なんかにかけて書かされるでしょう。で何でも好きなその言葉を書きなさい。僕はなんとこのいつでも夢をというこの歌のタイトルを書いたんですね。全然夢がなかったのにこれを書いたと。僕はあの頃からだいたい二重人格でしたね。野球部の頃はもう一生懸命勉強もしたし、野球も一生懸命やったけども、その反面おかちゅうさんばからすと言いましてね、割とその喧嘩したり、それも僕の友達に強いのがおって、その虎の意を借りて結構威張ってたと、まあ僕のろくでなしの時代と言えるんじゃないかと思います。修行みたいな話はほとんど喧嘩の話に尽きるのじゃないな。みんな寄るでしょ。ああそうしたらもうほとんど喧嘩の話やね。俺こんな気持ちでやったんやけどね、どんなんだとかね、昔の話やから。ああその時の状態ってのは言わへんでしょ、あんまり。ああだから今に振り返ってみて、 あの時はこんなんか、こういう理由で喧嘩したんやけども、ああお前はどうだったとか、例えばね、あんなこんなことがあったねとか、しょっちゅうそんな話で。ああそれは次にのよ、もう数が多すぎて。本当にまあだけどさだまちょっとおとなしかったね。僕らやね、僕らはもう本格派に感じるね。やっぱりこう自分の時間はやっぱり勉強してたと思う。絶対教えたもんね、話は。うん、それでな、大きい子もなんか入れんよ絶対。かなり年末だよね。すごい委員長あったもんね。その国の時からもうね、その委員長したら、うん、勉強は小学校からバズるね。あともうね、一番大きいと思う。僕らの仲間で一番知恵だもんね。それやろね、心はものすごいしっかりしてるよ。本当に意志がめちゃめちゃ強いと思うな。そういう点では、ね、だからやっぱり僕らやるって言うたらそれは絶対やるわけね。なんとかもう向こうも死に物狂いで、このテープはですね、なんと3年ぐらい前に撮ったやつですかね。審査というか6年前、そんななりますか。6年前にですね、昔日本放送で番組やってたんですけど、その時にいわゆるおかちゅうさんばガラスの、まあ一人はまあ僕ですわね、まあ、一番下っ端っていうか、その次が、まあ、渡辺清司っていうと、これ山田正樹、それから女の人の声がしてましたけども、ともちゃんって言いまして、これがまあ渡辺君の今は奥さんですかね。で子供もできまして、まあね、あのテープ撮った頃はまだ2人結婚してなかったんですよね。でまあその、まあ、3人と僕はまあ僕の声はあんまりなかったけども、こう話してるわけですよね。で1人関係ない人っていうか、日本放送の人が参加して聞き出し役に回ってましたが、まあいわゆる早い話が番長グループっていうんですかね。僕らはその3人だけはなかったんですが、その岡崎中学の校章がね、白い鳩なんですよ。帽子のマークとか、いわゆる学校のマークですよね。で白鳩友の会ってなものをね作って、でいわゆるまあそういうグループですよね。その中のまあ幹部やったというか、幹部っていう言い方もおかしな話ですが、でまあその中でもまあ、自称ね、自称ルックスのいい3人とそういうことで勝手に僕らがサンバガラスとつけてたんですけども、まあそんなわけで、まああの頃はね、僕らがやることしたら学校でちょっとそのふざけたやつが出てきたりね、授業をちょっと中にその弁当食い出したりね、その漫画の本読んでたりなんかしたやつがおったりなんかすると、こう授業中でもほらお前何してんねんってなことを言うてやね、ちょっとこう大義名分をつけて威張っとったっていう感じの頃なんですよね。だから授業が終わった後なんかね、
みんな後ろへバーッ立たしてね、男ばっかり、まあ、女は立たさなかったけど、バーッと立たして、いやお前らどないもとにお前授業ちゃんと真面目に受けなあかんやんけってなことを言いながら、自分はそればっかりもう他の人ばっかり見てたっていう、でも勉強ができたっていうのはよっぽど頭良かったんかな俺な、そんな感じですが、まあそのさっきの友達も言うてくれておりましたが、まあできるっていうか頑張ったんよね、やっぱりその二股かけてたっていうか、野球部では野球でしっかりやっとったし、かといってそういう、まあ、いわゆる番長グループの中入ってこう偉そうにしとったで、やっぱりねそのあいつらなんてこう陰で言われたないから、やっぱり勉強ができんといかんっつうんで頑張りは したんよね。だからそれもやっぱり試験の間近になってからだけやけどね、まあ受験勉強も一応はしたのよね。でもあかんと思った。で先生にも言われたんですよ、大木高校って要するに公立なんですよね、区域制なんで公立で、で要するには成績のいい人しか入れない、お前やめとけと、お前もうちょっと楽に行けるとこ行った方がええんちゃうかってなことを言われてね、まあいいですよ受けてみますって諦めはむんでやったら受かったよね。だからもう大変やったよ、入ってからがとにかく勉強追いつくのが、でまあほぼ面白くないと学校をサボるようになる、サボるようになるとたまに学校行っても勉強がわからないと面白くない、面白くないとまたサボるっていうので単位がなくなっていくんやね、だんだんねで試験受けてもあかんしってなことで、で本当にもう夢も希望もない、なんというかこの本当に歌のようなちょっと脚色してありますけどね、僕の自作です、不良時代、これを聞いてください。しばらく会ってませんけれども、サンバガラスの2人に、僕のグラフィティ1962年でした。さて今日のテーマは憎みきれない毒でなしということですが、海の向こうの音楽でそのテーマを紹介するこのコーナー、毒でなしにはどうしてなってしまうのか、そんなところから考えてみました。僕らが毒でなしになる、無節操になる、中道の心得を外れてしまうってな時はですね、どんな時かと考えてみると、これはまあ身近なところで愛にどっぷり浸かっちゃった時と言えるんじゃないかと思うんです。好きで好きでたまらない、もう他人になってもうどう言われようと構わない、俺はお前をものにするまではどんな手でも使ってやろうという、まあこんなケースですね、もうどうにも止まらないといったこういう状態。そこで一つこんな曲を選んでみましたが、お前を愛しすぎて、いやほんの少しだけど愛しすぎてもう手を引けなくなったのさ、こういうやつもまあ憎みきれないろくでなしの部類だと思います。曲の中の彼にさ乾杯してやりましょう。ローリングストーンズで I've been loving you too long。ストーンズが出てきましたので、一つ次はビートルズの線からそのろくでなしを探してみましょうね。今日番組の頭で、キザに、ありがとうここが一番いいってなことを言って、やっと部屋の中に入れてもらいましたけれども、僕もそのビートルズの歌にも同じようなろくでなしがおりました。前にもこんなことがあった、ドアをノックしてもあんたは返事をしてくれない、いるのは分かってたのに、
君の部屋に明かりついてたやんけ。それにわしは確かにあんたが窓際を歩いてるの見たんやもん。やっと出てきてくれた君の家の人、言うことが良すぎるよ。あれはあんたやおまへんやって、嘘ついてまでも俺には愛とない、あんたはこないに言うんやね。そういうこんなろくでなしにもやっぱり乾杯。ビートルズで曲はもちろんノーリプライ。This happened once before, I came to your door, no reply. ビートルズでノーリプライでした。しかしそれにしてもろくでなし大いに結構、中でも愛や恋などねについてのろくでなし、これまだもう本当に抜けませんからね。それでは最後にやっぱりいいかけさせていただきたいと思います。慎んで憎みきれない毒でなし。
それでは、今度はゲストコーナーって言うんですけれども、僕も大体ゲストに行ったことあるんですが、招いたことっていうのは初めてで、で、とにかくごっつい人に来てもらおうって言うんで、今日は、映画監督であり、また、シナリオライターでもあり、いろいろもう頑張って、おります。長谷川和彦さんに来ていただきました。どうも、こんばんは。久しぶりでございました。前からってあんまり会うてないよな。そうですね。テレビドラマの悪魔のようなやつの時には、いろいろお世話になりまして。もう、おととしですか。おととしですね。その時に、まあ、脚本を書いてもらって、そのところは、ちょくちょく飲みましたけどね。そうだね。いろいろありましたね。いろいろそうですな。まあ、今日は、まあ、ゲストなんですけども。ただ来たって脳がないから、なんかせえと言われて、まあ、一応、映画監督やから。はいはい。それじゃあ映画で、それが、俺がこの2、3年で付き合った6年足は、どうやってやろうと思うとね。うん。と、このタクシードライバーの兄ちゃん。うん。で、まあ、このタクシードライバー書いたシレーダっちゅう、こう、脚本家と、今度、映画一緒に作るんやけども。ほう。そういうこともあるから、うん、ちょっと、この、レコードを聞いてやね。うん。で、何を沢田が、その後でせないかんかというのは、聞いてから言おう。オッケYou talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.これはあれですな。見ましたか、これは。見ましたよ。これはなんとね、僕はパリで見たんですよ。パリの汚い映画館で見たの。いやいや、シャンゼリゼの。あ、そう。ごっついとこですよ。ところが、フランス語のテロップが出よって、英語で喋っとるから。全然わからん。全然わからんで。その想像ばっかりして、その後で本読んだり、日本で見たんですよ、また。その後。全然自分が想像したの。全然違う話でね。まあ、バカおもろいっちゅうのともちゃうけども、うん、まあ、変におもろいじゃないか。そうやね。ね、なんとも。このシーンはね、なんでこのシーンを選んだかっていうと、うん、このシーンは、このタクシーのうんちゃんやってるデニーロが、うん、鏡に向かってな、うん、ちょっとクレイジーになりかけとるわけや、うんうん。で、女の子に振られて、うん、で、女の子は大統領の立候補者の、こう、うん、なんかな、そうそうそう、なんちゅうね。選挙運動員。運動の女の子やってね、うん。で、日本より可愛いね、これが、偉い。惚れてもって、で、バカがなんかポルノ小屋連れてったりして、そうそうそう。振られんね。うん、それで、まあ、いわば逆恨みしてやな。大統領殺したろと、うんうん、大統領候補。で、要は、そういう狂気を、こう、持ちかけるとこの下りでやな。うん、ピストルごっついの工程、うん。自分の部屋で鏡に、裸で、上半身裸になって、うん、こう、なんや、今日、何十年か。ホルダーって。ホルダーっていうのつけて。で、一人で芝居してんね、うん。たくさん持っとんじゃね。持っとんね。腕に入れたら持っとるし。あれがおもろいね。それで、ナルシティックにやな。しかも、関西弁だよな。関西弁でね。ちょっとこれをかましてみようかと。なんや。わしに言うとんのか？あやお前。え？俺か？俺に向かって言うとんのか？あ？俺しかおらんやないか、ここには。俺が何したいね。このガキャ。せやから誰に向かおうって言うとるつもりなんや言うとんにゃ。ええお前。もうちょうどやないか。よし。どういや、いや、いや、まあ、いや、まあ、こんなもんやろ。こんなもんですか。あと、えらいエコー聞かせてもらって、なんか細工してもらうと。まあ、ええやないか。いや、まあ、ええやろ。久しぶりの芝居としては。よろしく。75点や。75点。わぁ、結構ええ点もらった。はぁ。僕は芝居やってたけどね、そのテレビのドラマの時もそうやけど、うん、自分で、こう、見てるとやっぱり、恥ずかしいんだよね。
その取ったやつをね。ああ。ということはね。うん。大体誰でも恥ずかしいじゃないわ。誰でもそうかね。そうやろ。いや、例えば証券なんかやったら、恥ずかしがっとるやんか。あいつは恥があんまないねん。ないのか、あいつは。恥を乗り越えるのも役者の訓練やね、きっと。ああ、なるほどね。うん。そういうとこあるかもしれない。うん。ところがやっぱ、僕の場合、歌を歌うとき、その、いろんな格好したりね。うん。で、まあ、普通やったら言えんようなことが、こう、あの、音楽になって、うん、そのメロディーになって歌うと、ちょっとも恥ずかしいと思わないんだよね、結構ね。うん、その、おやっとるなって自分で思うんだよね、うんうん。そういうのはどう見るのかね。それは、あれやろ、やっぱ、なんか、自分の中でさ、うん、やっぱ、わいは歌手やと。うん、で、それは、役者やるときに、うん、役者は余業ですと思ってのおても、うん、やっぱ、こう、力のバランスみたいなのもあるやないか。自分の気持ちの中で。逃げ道って言うか、ね。まあ、逃げ道って言ったら言葉悪いけどな。うん。同じに、歌詞ももちろん一生懸命やってるけども、うん、このこともちょっとやってみたいと。うん。で、これは初心者やから、うん、その、言われるように一生懸命やってみようと、いう気持ちがあるやない。うん。歌詞やってるときはやっぱ、うん、いや、我はそう言われてもそうはしませんというのがあるやろ。あるね。もうここまで来ると。なぜかね。うん、だから、その辺のさ、それビギナーと、うん、その、うん、だいぶやってきた人の差とちゃうかな。うん。で、それは、証券は証券でやっぱ、だいぶ長い間、役者やってきたから。そうやね。証券でも最初恥ずかしかったんちゃうか。きっと。そうかね。そりゃそうや。うん。そりゃ。やっぱ、まあ、おもろもないのに笑ったり泣いたりせないかんねやから。まあ、芝居やからね。役者っていうのは。うん。ところで、さっきも話出てましたけど、うん、シュレイダーっていう、うん、脚本、タクシードライバーの脚本書いた人と、うん、近々やるんですか。うん。まあね、なんちゅうかな。俺なんか映画始めたって言っても、まあ始めたばっかやし、企業の中でやってるわけじゃないから、うん、その力は言ってみれば仲間だけやねん。だから、それは俳優であったりさ、うん、こういう脚本家であったり、その、銭どっかからこしらえてくるやつであったり。で、うん、そういう意味で、作家的に今組んでんのがこのシュレーダーと、うん、村上龍って小説書いてるやつやな。あで、その3人でともかく本作って、うん、で別にその日米合作とかそういう感じやなしに、うん、まあそういう感じじゃない分あるやないか、うん、そのまあ日米って感じじゃないわな、うん、ペイと付き合ってるわけじゃないな別にそのシュレーダーっちゅう友達と付き合ってるだけ、うん、でこいつは徴兵棋士で日本で先生してたりしてね同志社で教えてたね、うん、でザ・ヤクザなんちゅうその頃ヤクザ映画ばーっか見ててあそのケンさんのザ・ヤクザなんつを書いたりしてねまあ日本の映画に噛みたいねん。えらい。ああ、興味持ってるわ。うん。で、まあ、気分のやつやし。うん。で、まあ、力あるし。うん。村上もまたそうやし。うん。だから、やっぱ映画っていうの本が一番大事やから。うん。その、本にはちょっと時間かかってんねん。ああ。かかってるけども、ぼちぼち、出来上がるから。はあ、はあ。うん。だから、年内にはいろんなキャスティングとか、はあ、はあ。どんな映画かっちゅうこととか、うん。から、まあ、どこの辺で配給するとか。うんタイトルは何やとか、うん、こうバーッと言うてやね、うん、で、まあ金がないから、うん、その角川映画みたいに金ないからだからまあ金のない分はちょっと嫌われてもおしゃれべりになって、うん、あちこちで吹きまくって吹きまくってポスターも貼って、うん、でまあ来年のそうやな前半には吹き入れるような形にしようと思ってるけどねははは、うん、全然まだキャスティングとか決まってないんですかキャスティングが難しいなこの僕ぐらいでできそうなやつがあったら一つ沢田もまあ今日75点やったからまあ可能性はあるそうですか、うん、いや沢田も今年はもうずっと忙しいでしょそうやね年、ね、3ヶ月ぐらいさ何にもせん時期作ってさ、うん、その時にコンディションのええ時にはさ、うん、なまたちょっとごじと芝居でもしたろかい時期になればさ、うん、で俺は沢田はその方がええと思うねそのうん、同じやるんだった同じやるんやったら、うん、そうやあんまり縫ってやらずにな、うん、そんなことしたらもう絶対あかんもん、うん、歌手としてはもうその年はよし今年はもう9ヶ月これで全部やったっちゅってさ、うん、3ヶ月は自分の時間やっちゅうと作ってさそうやね、うん、やったらまたやりたいねそうですね、うん、その時はお願いしますいやいやこちら今日はすいませんでしたいやいや短い時間でいやいやありがとうございましたどうもというわけでございまして、今日は憎みきれないろくでなしというテーマで、いろいろいろんな観点からっていうか、お届けしまして、映画監督の、長谷川和彦さんにも来ていただいて、人やっぱりなんていうかあれですね、面と向かってマイクを間に面と向かうとどうしてもですねとかどんなもありがとうございましたなんていう感じになりますがね、まあ普段は。どっちかというと、ゴジさん、ゴジさんっていう、まあ、
が大きくて、本当、まあ、ゴジラっていうところが来たんやと思うんですが、まあ、本当に、たまに、まあ、別の世界っていうかね、まあ、僕は歌の世界、うん、違う人とこう、たまに会うと、みんな頑張ってんやな、と思いましてね、決して、ろくでなしじゃないな、という感じでありますが、まあ、とにかく、今日は、豪華絢爛にお届けしましたが、来週は、来週のテーマですね、さすらいというテーマでね、お届けしたいと思いますが、さすらいだからといって別に小林明さんのさすらいをかけるわけではございませんが、いや、かけるかもしれんな、僕は。まあ、そんなことでございますけれども、またまた、お便りの方をどんどん、何も細かいことは申しません。まあ、申しませんと言いながら言ってますけども、くださいね。ラブコレクション、二人でワイン、マンズワインでおなじみのキッコーマン他の提供でお送りしました。